マルティンでポレスは、ペルーのカトリック教会、ドミニコ会修道者、成人。記念日は11月3日。ポレスは、スペイン貴族を父とアフリカ系女性、アナ・ベラスケスを母に持つ、帰着子としてペルー副王領リマで生まれ、父親に認知されることがなかった。後に認知され、妹が生まれるも父親は彼を含む家族を残して、リマを去った。 マルティン一家は貧困にあえいでたがマルティンが12歳の頃母親の勧めで理髪師に弟子入り主義家の助手に当たった。ポレスは修道者を死亡するが当時、根欠児に対する差別が強く司祭になることができなかった。15歳になってドミニコ会第三会員として入会、玄関版検掃除係を担当、貧しい人々に献身した。やがてポレスの献身が認められ、 正式に、助手主として、誓願を果たした。ポレスは、病人の世話をして、修道生活を送り、1639年11月5日、起点。1962年5月5日、ローマ教皇ヨハネス23世によって劣勢された。AB、成人カレンダー11月3日生マルチノデポレス、修道者。2019年8月23日閲覧。 11月3日聖マルティンデポレス修道者祝日、聖ドミニコ宣教修道除会、2019年8月23日閲覧、ありがとうございます。